ブルーオーシャンフェス参加ショップの紹介です。続いてはこちら C&C、また来たさんですね。無線ですね。会社名と、お名前をお願いします。はい、株式会社フィッシュアイじゃなくて C&C の池田でございます。あ、今度は株式会社は違う会社なんですね。はい、そういうことは、C&C って昔からある、老舗の個人運営会社。はい、私ももう30年前、C&C に入りました。出戻りになったんですね。出戻り。はい、出戻りでございます。はい。じゃあ、C&C の、特徴とか、商品の紹介をお願いします。はい、C&C 社は今年で50年を迎える、水中カメラメーカーでございます。主に水中ストローですとか、水中ハウジングを、作っている日本のメーカーでございます。ですね、本当僕も昔使っていた本当に昔からある、ハウジングメーカーなんですけど、フィッシュアイとの関わり合いっていうのは、はい、相対会社みたいな。そうですね、同じフィッシュアイのグループの中で、C&C 健在でございます。検索ワードは、はい、C&C のまま SEA 海の C ですね。海&海で、はい、C&C で検索します。はい、このストロボとか、特に強力なストロボとか、ハウジングとか新しい感じで出てますのでね。これ新しいハウジングなんですけども、今まで1機種1ハウジングだったじゃないですか。はい、これはソニーの α1、α92、α7S3、α7R4、α74、はい、5つの機種が1つのハウジングで対応できる。あ、それはすごいですね。はい、ぜひ α 使ってる方はですね、行ってみてください。カメラのバージョンアップができちゃいます。ハウジングを変えないでやってみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。